はい、こんにちは。マイプロテインのコラーゲンプロテイン、ノンフレーバーなんですけども、前のレビューした動画で、非常に味が薄くてあんまり美味しくないというお話をしたんですね。まずいっていうわけじゃないんですけど、とにかく味がなくて、あんまり美味しくないくて進んで飲みたくないっていう話はしたんですけども、それをちょっと美味しく飲める方法を見つけました。答えはこれです。ポカリスエットの粉ですね。ポカリスエットって皆さん飲んだことあると思うんですけど、甘い味がついてるので、これを混ぜるとだいぶいい感じになりました。量をいろいろ試したんですけど、小さじで2杯ぐらいですね。ちょうど 10g ぐらいを、足していただくと甘みが出て結構飲みやすい形になります。それでポカリスエットって糖質がたっぷり入ってるんですけども、筋トレした後に飲むんであれば、筋トレで糖質はめちゃくちゃ消費してますから、ポカリで補給するのは非常に合理的ですね。で、液体のポカリドリンクで買ってくるのはちょっとコスパが悪すぎるのと、液体のポカリっていうのは甘みとして果糖ブドウ糖液っていう甘味料が入ってるんですね。で、これに対してこの粉末のポカリは果糖ブドウ糖液じゃなくて砂糖が入ってるんですよ。どっちが体にいいかって言ったら確実に砂糖の方がいいので、果糖ブドウ糖液っていうのは安いから使ってるだけですから、粉末でコスパもいいですし体にもそんなに悪くないので、コラーゲンプロテインとポカリの組み合わせは非常に有効だと思います。水はだいたい 300ml ぐらい入れます。で、このマイプロテインのコラーゲンプロテインはノンフレーバーだと、乳化剤も何にも入ってないんで結構泡立ちやすいんですけど、飲みやすくなりますね、これで。だいぶはい、これぐらいでもう、ダマもなくなったので飲めます。こういった形で今日はこれだけです。ありがとうございました。